甲府教会甲府教会は山梨県甲府市丸の内にあるメソジスト系の日本キリスト教団の教会である。1878年7月7日創立。創設者は CSEB 宣教師。甲府教会初代教会堂。1892年頃の撮影。当時の所在地は甲府市桜町。1878年4月。 CSEB が近藤義則に冒険学者の親とい教師として招かれ、一家を挙げて甲府に移住。1878年6月 EB が甲府メソジスト講義賞を開催。1878年7月7日、甲府協会創立 EB が初代牧師となる。甲府協会は山梨県のキリスト教宣教の拠点になり、勝沼市川大門。 草壁にも広げられた。1878年7月19日、浅川博子、初代日本人牧師となる。1878年末、イビーが、桑原道さだと、小林光康の洗礼を行う。1879年4月、イビーが、元新選組の剣士結城きむさんとその家族の、洗礼を行う。1879年7月、浅川博子牧師。 静岡教会に転任する。1880年7月、土屋彦六牧師、下谷教会から赴任し二代目牧師となる。1882年1月、土屋彦六牧師、沼津教会に転任する。平岩信康牧師、東京市藩学校の教授を辞職し赴任。三代目牧師となる。1884年5月25日、平岩信康牧師、 静岡教会に転任する。1884年4月、浅川広子牧師、下谷教会から赴任し4代目牧師となる。1885年5月、浅川広子牧師、街道建築で不祥事を起こして解任。1885年1887年9月、土屋彦六牧師、牛米教会に転任する。山中恵美。 牛米協会より赴任し、六代目牧師となる。1889年、宮越信二郎、新海栄太郎らにより、私立山梨英和女学校を、甲府市大田町に開校。1891年5月桜町一丁目六十番地に二代目の、街道を剣道。1892年山中洗い牧師。 緑町抗議所に転任。1892年、大田虎吉、七代目牧師となる。1893年1895年、林文次郎、和田元吉郎らにより、男子中等教育のための有友義塾を設立、また教会付属幼稚園を設立した。1898年6月、小林光康安牧師、麻布教会に転任。 1898年6月、平岩信康、駒込協会より転任し9代目牧師となる。1904年4月、平岩信康牧師、本郷中央街道に転任。1904年4月、畑の伝志郎、金沢協会から赴任し10代目牧師となる。ボル、林宣教師、甲府協会担任権部長就任。1907年6月、 畑野伝志郎、静岡教会に転任。土屋彦六、吉原教会より赴任し11代目牧師となる。日本メソジスト教会成立に伴い、日本メソジスト教会交付協会となる。1909年1916年6月4日3代目の、街道を剣道。1920年1925年1931年1933年4月。 細谷哲鉄牧師、浜松教会へ転任。小野善太郎牧師が草壁教会から赴任し、16代目牧師となる。1941年6月25日日本、キリスト教団の成立に伴い、日本キリスト教団第二部交付教会となる。1945年7月6日空襲により、桜町の街道を消失。 1946年1947年11月3日4代目の街道剣道。1954年4月、岡本藤尾伝道師着任。1957年1959年4月、小野善太郎牧師、引退して名誉牧師となる。岡本藤尾牧師、17代目牧師に就任。1961年1963年3月頃。 元次郎や町49の高架子和山層伝道所、閉鎖。1970年7月26日、与田光一牧師、藤沢教会へ転任。1971年6月、原良造牧師、日本キリスト教団宣教研究所から赴任し19代目、牧師となる。1974年1978年5月14日、牧師館を新築。 1983年三和岩尾牧師、共同緑岡教会へ転任。1984年、寺島昭治牧師が下関町協会より赴任し、21代目牧師となる。1989年5代目の街道を新築。2000年、寺島昭治牧師、野方町協会へ転任。松、木田博史牧師、金明宿牧師が赴任し、 22代目牧師となる。2019年賞、木田博志牧師、金明祝牧師、広島教会へ転任。ありがとうございます。